京急7 0 0 k 電車高松琴平電気鉄道 1200K 電車高松琴平電気鉄道 1200K 電車は高松琴平電気鉄道の通勤系電車である京浜急行電鉄700型を改造し2003年から2006年に入線した高松琴平電気鉄道及び四国発の4扉車両を2両編成11本が琴平線及び 長尾線で運用されている。2002年8月8日に新体制による高松、琴平電鉄の会社再建が始まり、国、地方自治体からの資金援助を受け、利用客からの車両冷房化に対する強い要望に、応えるために K9700 型を譲り受け、改造の上冷房車3編成6両が1200型として導入された。種車である K9700 型は、 1967年から1971年に普通列車用として84両が製造された。京急では1998年から2005年にかけて、経年のため廃車されている。こと入線にあたり、京急ファインテックにて、こと向け改造が行われた。制御電動車と付随車による4両編成から、制御電動車による2両編成に変更され、 京急時代の奇数車が偶数車に、京急時代の偶数車が奇数車になっている。当初、制御電動車、制御車の二両編成とする計画で、こと電での奇数車に制御関係機器、こと電での偶数車に補え器が搭載されたが、主電動機付き台車を分散させるため、両車連結面側の台車を、主電動機付き、運転台側を、主電動機なしとするよう変更された。 コトデンでの偶数車からはパンタグラフが撤去されている。主管制御機、制動弁はコトデン仕様に交換され、制動装置は HSCD から電磁 SMED に変更された。主制御装置発射者のものが流用されたため、自動診断式のままである。多形式と連結するため連結機を密着連結機から NCB2 型密着自動連結機に変更。 電気連結機及び、連海制御機は撤去された。空気圧縮機が、回転翼式の AR-2 型から、こと電標準の三菱重工製 C-1000 型に、交換、電動発電機は、東洋電気製造製 TDK-3320A ブラシレス電動発電機のままとされたが、出力は49区場となった。 ATS は1号型からことデン型に変更され、加速度検知系電機は時速80キロメートルにセットされた。電子ホーンは撤去された。外観では側面の種別表示膜、方向板差しが撤去された。内装ではことデンでの偶数車、乗務員室後ろの車掌室側に車椅子スペースが設置され、この部分の座席は客台ごと撤去された。り革を 丸型から三角形に変更、座席は座面を、京急線系電車と同一形状のものに交換し、一般席のモケットは、青色のものから、ゴールデンオリーブ色のものに交換された。琴平専用に導入された車両は、放送回路の電圧を、他の車両と揃える改造が行われているが、長尾専用に導入された車両は、この改造が省略されているため、営業運転では、 他社との並結を行わない。台車、主制御機、主電動機、冷房装置、パンタグラフは、種社のものが流用されている。導入にあたって、ことで側は1 0 7 0系、1 0 8 0系、1100型と、同様の t s 3 0 3系、t s 3 1 0系の台車の採用を要望したが、京急でも、すでに廃車により在庫がなくなっていたことから、 タネ社の台車が流用されている。東急車両製造製の車体には東洋製電気部品、川崎車両製の車体には三菱電機製の電気部品の組み合わせが原則だが、京急で最後に導入された739編成、741編成は電気部品の組み合わせが異なる。東洋製は ES-763A 種制御装置。 TDK-819 系手電動機に、中空軸たわみ多式軸型継手が組み合わされ、歯車比は84、17とされた。三菱製は C、CB-26C-10 種制御装置、メガバイト -3070 系手電動機、たわみ、歯車型軸継手が採用され、定格回転数の違いから、歯車比は82、19となった。 冷房装置は、冷房能力 12.2kW の三菱 CU-126 系冷房装置を各社3機搭載されている。終電装置は、東洋製 PT-43E のままとされた。1958年から1981年に12000系1201.1202が存在したため、 本形式の車両番号のうち、1201.1202は2台目である。外反の塗装は、当初より、路線別塗装が採用された。琴平専用の1201-1214は上、半分がアイボリー、下半分が黄色。長尾専用の1215.1216-1251から1256は上半分がアイボリー、下半分が緑色である。 1201編成は入選当初、コトちゃんコンピラ号として、マスコットキャラクターのコトちゃんのイラストが貼られていた。他にも様々なラッピング電車が登場しており、1255編成は、深夜島水族館の全面広告電車であったが2011年9月現在は、広告解除により青緑一色。1205編成は、コトヒラグるの全面広告電車。 幸せさんコンピラ3号、1213編成が、ユニバーサルホームの全面広告車、1215編成が、四国電力グループである四電エナジーサービスの全面広告電車となっていたが、諸事情から1207編成、1211編成も四電エナジーサービスの全面広告電車となっていた。なお、1215編成は、 長尾線の輸送力増強のため、長尾線に転属し、同線のラインカラーに塗り替えられた上、全労祭の全面広告電車となった。1203編成は新屋島水族館の全面広告電車となった後、琴平線用塗装に戻され、2011年4月から、琴電開業100周年記念ラッピング電車、琴ちゃん飛躍号となった。この飛躍号は、 当初1年間の運行予定だったが、その後運行期間が毎年延長され、2019年3月6日に約8年間に及ぶ運行を終了した。1211編成は4電エナジーサービスの全面広告電車となった後、ファン有志、こと電貸し切り乗車団が立ち上げた、クラウドファンディング、こと電情熱の赤プロジェクトにより、 京急時代の塗装に復元されて運行されている。ありがとうございます。